what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome? Oh, 南雲風花です。久々にカラコンしてみた。ちょっと待って、カラコンはね、目がね大きくないからちっちゃいカラコンが良くて、ヘイゼルのカラコン UV カットされてる、めっちゃいいね。じゃあさ、カラコンした方がいいのかな。なんかさ、サングラスするのはちょっと恥ずかしいやん。帽子もしたいし、髪の毛焼けたくないから帽子もしてサングラスして歩いとるんやけど、やっぱちょっと恥ずかしいから、これいいね。じゃあ今日はなんか最近買ったものとかお気に入りのものをちょっとみんなに紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見てってください。それではスタート。じゃあこの UV カット続きでいくと、このユニクロ のカーディガンも持っとるんやけど、カーディガン正直洗濯するとシワが気になっちゃうので、これめっちゃいい。私は M サイズを購入しました。これね、 UV カットしてくれるパーカーなんやけど、涼しいしプラスでもう腕まで覆ってくれて、白買ってよかった、めっちゃいい。でね、首までついてます。 UV カットカーディガンは普通に普段着としても使いやすいけど、私はこっちの方が使ってる率高いし、洗濯してもシワが気にならないし、私が悪いんですけど、青のワンピースと洗ったらちょっと白色落ちしてしたんですよ。でもこれ色移りすることもなくフードはしないんですが、こんな感じでフードがあって首まで覆えて、私はいつもこれで移動してます。日焼け止めを軽くバーって塗ってからこうやって、よくない？この UV カット、こっちがおすすめです。こっち絶対買ってください、買うなら。はい、次は日焼け止めでいくと、この前がアルビオンやったんやけど、正直アルビオンかこっちかって言ったら、アルビオンの方が SPF50 やから長時間いるときはアルビオンにしとるんやけど、これね SPF32 で、名前がモイスチャーボディミルク UV 日焼け止め乳液なんやけど、ボディのね、しかもこうやって出せるのが嬉しい。これがねアルビオンよりも滑らか、めっちゃ滑らかで、これね本当にもうボディクリームとかじゃない、乳液で。ハッチって蜂蜜のブランドなんやけど、ちょっと蜂蜜の香りしたり保湿力が良かったりだから、すっごい大好き。ボディとかアルビオンとかもそうやったけど、ちょっと若干粉っぽく後からなるから、まあ、それは日焼け止めやからしょうがないんやけど、これはもうそれよりも保湿力があってすごい大好き。プレゼントとかにもいただいたらすごい嬉しいアイテムです。次は、どうしよう。なんかさ、私さ太ったんやけど二の腕出すお洋服がすごい大好きやし、あとここがすっごい気になって、正直さバストケアとかブラとかどうでもよかったんですよ。なんか適当につけてればいいなと思って、ここが苦しくなるから絶対ノンワイヤーやし、それかブラタンクトップを着てたんですけど、まあ今でも着るんですけど、すごい気になりすぎてちょっとマッサージをやったら意識が上がって、バストに対するね、ブラデリスニューヨークっていうところの補正下着、こういうブラなんやけど、それこそここの気になる脇とかはもうおっぱいが流れてったのがここについちゃったり、背中についちゃったり、ここについちゃったりしとるんやけど、それをもうこうやって戻して着る補正下着なんやけど、めっちゃいい。めっちゃ1万円ぐらいするんやけどね、そこで店舗ある方店舗行ってほしいんやけど、すごいこうやって綺麗に円を作って、ちゃんと私はそんなバストケアしてなかったから、やっぱり加水してたんですけど、その加水を戻すために今頑張ろうって意識を高めてます。なんかブラちゃんとつけるの大切やなと思ったのと、ケアしようと思って、この前をほぐすのと、こうやってねプラスでこの親指をグッとしたら、多分むくんでるところあると思うから、こうやって後ろもほぐす、これを最近はやってます。で見て、このインスタのやつ、
こんな感じでトレーニングウェアってもう適当に着てたんですけど、なんか二の腕気になってただけやけど、バストもいい感じに上に上がってくというか、多分このブラつけてるおかげなんやなと思ったりして、あとマッサージ、もうそうすると姿勢が良くなって見えたり、お洋服の見え方もすごい印象が良くなったりして、良かった、嬉しい、だから頑張ろうって思う。次、可愛くない？ルボールっていうやつなんやけど、これハンドクリームだけかと思ったら、私ハンドクリームは正直つけるタイミングが、あ、パソコンしとるにベタベタしとるとか、なんか正直ね、あのハンドクリームだけだと使うタイミングがそんなになかったんですけど、これなんとボディにもフェイスにもリップにもできるクリームで、今大活躍。プラスでめっちゃ可愛いの、この感じで、すごい可愛くて持ち歩いてます。リップにもできるし、それこそ腕とかもなんか乾燥しとるなと思ったらすぐこれ塗ってます。いいよね、なんかもう全体にできるっていうのが。で、匂いもそんなにしつこくなくて、多分自分の持ってる香水とかにもしても全然喧嘩しない癖のない香りで、それこそこれもね、誕生日に嬉しいよね。こんな可愛いの出してみると、これもね、柔らかくてさらっと、もうすぐどこでも使える。で、ベタベタしすぎてないから、本当に大好き。バッグに持ち歩いて高めてます、これも高めアイテム。次は、最近はアクセを新しく買って、 EM 大好きな EM で頼んでたアクセが届いたので、これはね、もう結構使ってる。インスタとかにも使ってるんですけど、片っぽしかなくて、でもインパクトが強くて、どう？これがあるだけでちょっと華やかになるよね。だからなんかちょっとドレッシーな格好をした時とか、黒のワンピース着た時とかに使ってます。ストレートでも可愛いし、こうやってしても可愛いよね。可愛くない？これお気に入り、こんな感じで。で、私はピアスが開いてないので、こんな感じでクリップタイプ、落ちてくることもなく安定感あって好き。で、ネイルもさ、最近さ、なんかちょっと伸びとるんやけど、上品なネイルが可愛いなと思って、前までなんかいろんなカラフルな色、まあそれも可愛いんやけど、ちょっと爪だけお上品にすると、いや可愛いってなって、最近はベージュっぽいミラーネイルとか、あと何したやろ、薄いホワイトとか、それこそフレンチとか。フレンチ可愛いね。今こんな感じのネイルしてます。あと EM でもう一つ、最近はイヤーカフばっかり、こんな感じのちょっと存在感があるイヤーカフが欲しくて、いやこのコーデに合う、ちょっと赤くなってしまったけど、かわいいね。冬はこういう感じでアップにして、ニットとか着てもかわいいし、かわいい。次はお洋服に行こうかな。シールムリンでハットを購入しました。でもさ、これちょっと難しい、めっちゃ深くかぶらんと合わないかも。こうやってかぶるとここがね、長くなってしまうから、こうやって深くかぶるから、日差し強いなって思う時とか、散歩する時に使おうと思います。結構深かった、サウナハットみたいでもね、可愛くない？ニット帽これに、なんか今の格好でも可愛いし、デニム履いて合わせたいと思って買いました。これじゃ変やもんね、こうよね、ニット、ちょっとコーデのアクセントにしたい時にいいよね。はい、次、シールムリンはこのブラタンクトップ買いました。ちょっとお腹がチラリと見えるタンクトップで着てみようかな。あとさ、デニムも買ったから着てくる。じゃん、可愛くない？ここがさ、ほらこうやって斜めになっとるのが、ここ可愛くて、この合わせが可愛くて、でこれ、ここが空いてるスカートで、超いい肌見せ。お腹まではいかんから、私ここが自信ないから下っ腹が出とって、だからここのちょい腹見せがめっちゃ可愛くて買いました。これね、私撫で方やからブラパッドついとってすごい嬉しいんやけど、ここが下がってくるとちょっとドスンっていう感じになるから、
常にこうやってまっすぐしてます。こんな感じで後ろも開いてて、私は24インチ履いてちょうどいい。以前デニムいっぱい購入したから、ちょっとデニムいろいろ履くね。これはステン履いてきます。じゃん、ステン履くとこんな感じ。 S サイズやけどさ、結構ゆったりとして履けるから可愛いの。デザインはここがちょっと切り返しになってて、フリンジになってるデニムです。ポリッシュしとる間に動いてしまって、すごい今ぐちゃぐちゃな状態になってて恥ずかしいんですけど、丈こんな感じです。ちょっと長め、ペタンコだと擦れちゃう。ウーフォスじゃないとダメかも。ウエストもちょっとゆとりがある感じです。サイズ感ハイウエストで履けるし、そんなにうんって思うところがなく履きやすい。いいよね、可愛くない？次はまだ履いてない、最近届いたんだ、ヤヌーク。デニムといえばヤヌークじゃん。ヤヌーク、岡山デニム。いやデニム大好き、嬉しい。これはね、やっぱ岡山デニムやからちょっと高かったよ。サイズを25インチにして、お値段が23,000円、税込み25,300円。でもさ、デニムってさ1年中履けるやんっていう言い訳をして購入しました。でめっちゃ可愛いけどさ、ちょっと長かった。サイズ感は25で、まあ、ウエストでかいけどダボって履きたかったからちょうどいいけど、ちょっと長いね。こんな感じ、可愛い、めっちゃ可愛い、すごい足長。こんな感じでちょっと大きめの、下が透明のパンツが欲しくて買いました。ちょっとヒールのあるブーツに合わせようかな。ね、みんなさ、本当はこれ前も言ったか、5本指ソックスの方がいいよ。まとまっとる靴下よりも指使ってるのを意識した方がいいから。私がね、外反母趾気味でめんどくさいけど指入れるの、こういう5本指ソックス私は無地で買っとるんやけど、トレーニングとかピラティスとかする時も本当は裸足とかの方が指を意識して、外反母趾やったら親指がちょっと浮いとったりするから意識してできるから、本当は裸足の方がいいみたい。デニムってさ、ミシンがあれやからお直しちょっと難しかったりするよね。ユニクロとかできるのかな、他のブランド。デニム用のミシンじゃないと縫えんから、私おばあちゃんがデニム用のミシン持っとるからお願いしようかな。あ、ダメだ、ウエストがちょっとでかかったからベルトしてここぐらい縫った方がいいのかな、どう？みんな、あーすごい理想、この色といい、かわいい。でもちょっと長さが長かったね。ヤヌークでね、ちょっとデニムに合わせてシャツを購入しました。これも25,000円です。これはちょっと着てみるね。ちょっとカジュアルだけど大人っぽいシャツが欲しくて買いました。ヤヌーク好きだな。こんな感じのシンプルなシャツなんやけど、これがついてきて、これが可愛くて、うん、可愛い。え、どう？あ、可愛い、可愛いわ。どうでしょうか、なんか大人っぽいけど可愛げのあるコーデ。可愛い。取り外しができるから T シャツとかにも合わせたら可愛いなと思って、ちょっと着てこよう。白じゃない方が良かった。こんな感じで合わせてみました。この襟がさ、すごく可愛い、後ろも可愛い。はい、次、エレンディークで、ちょっと今はちょっと暑いけどもうちょっとしたらすぐ使えるとか、春先とか使えるコートを購入しました。これね、めっちゃ可愛い。あ、可愛い。あ、デニムと合わせても可愛い。丈がね、こんな感じで長いから、長めのワンピースとかと合わせても可愛いかなと思って、なんかノースリにこういうコート合わせても可愛いよね。横から見た時のこのシルエットが可愛い、好き。ちょっとワンピース着てみよう。ワンピースと合わせました。可愛いじゃん、いいじゃん。素材がね、すっごい軽くて本当にちょっと肌寒い時とか使いやすいよね。カラーがね、ブラックもあって、ブラックのワンピースと合わせても可愛いなと思ったんやけど、じゃあちょっとこのベージュにしてみました。ちなみに紐もついてて、こういう感じで
どう？可愛くない？次カバンに行きたいと思います。可愛くない？こうやって持つことが多いかな。こうやって持つバッグがすごい使いやすくて、このカフネのバッグお気に入り。これがパンと磁石になってて、この色合いがこんな感じでベージュ、オレンジ、黄色ではないかと、このコールとか可愛くて合わせやすいの。すごい入るんです。でプラスで全然財布とかも入るし、意外に物が入って大好きです。で軽い、これこんな感じでカラーデコーデのアクセントになるのに癖がなくて、もう合わせやすい。可愛くない？こうやって潰しても可愛いよ。こうやってお気に入り。あとはお気に入りのバッグはイエローのプラダのこのバッグがすっごい使いやすくて、これもこのコーデにさ、こうやってやっほーん、どうもー、こんな感じで。これはね、もうめちゃめちゃ軽いし、案外物が入ります。なんか手持ちやから、さっきみたいに肩掛けとかできんから、こんな感じで軽いのが嬉しいよね。なんか存在感が少ないワンピースとかの時にこれを一個さらっと持って、冬のさ、カラーニットに合わせたりしたいな。プラダのバッグでした。あとはまだあるんかい。これ買ってみた。これ筋膜リリースがなんかうまくできない時があったから、これをね、アマゾンでこうやってすねとかもうすごい凝りやすくて、いい感じに気持ちくて、最近のお気に入りです。私こんなんばっかり買ってしまうね。これそしてこんなんばっかりみんなに紹介してしまうね。なんかもう足がむくみ体質すぎて常にむくんでて、でそれを放置しがちなのでこういうのばっかり買ってます。でもこれ結構良かった。これお気に入り、なんかアマゾンで人気そう やったから買いました。最後にカバンの中身紹介するね。出たい。あ、そう、これもお気に入り。夏さ、出かける時多いやん。このさ、ももさんのブランドの iPhone のストラップ、こんな感じではめれて可愛いよね。こうやってなんか夏とかさ、山とか出かけることが多かったので、これ大活躍しました。可愛いの。荷物が多い時はこういう感じで携帯だけかけて移動するっていう。こちらの中は私黄色が好きみたい。これそれこそこれもとかもベージュっぽい黄色っぽい、そんな主張しすぎてない財布とリップたち。あとは日焼け止めとさっきのこれディオールのやつ、こんな感じでした。長かった、ごめんなさい。本当にお気に入りたちを紹介しました。はい、楽しかったです。ただただ私がファッションショーをした動画でした。ありがとうございました。